滝壺、奥の方に行ったらね、道がないとかって言ってたけど、今度滝壺があるよっていうことで、ここですね。はい、滝壺。言わなし来れへん。そうなんや。それじゃあ、レッツフィッシュ。ミミズブドウムシ、クロカワムシ、チョロ、イクラ。イクラとか食べるんですよ。魚も。で、なんかね、あ、でっかいの来た、見た今。めっちゃ早かったな。早合わせしてバラシの山を気づかないようにみたいなことね言われてましたけども、よし、おー、いいね、このね、このいいでしょ、水中のアングルね、最高ですわ。イワナ、あ、ちっちゃ、30センチのやつなんか釣れるかな。お、でかいんじゃん。あ、音がでもなかなか、あ、惜しい、でかい、いや、大きいのに 26.4、 大きいのにね、イワナってあの綺麗なとこにしかね、いないんでね。でかいんじゃない。でかい時はね、ブン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 言うんですけど、でかくない、今までとなんか手応えが違う。なんかほら、顔つきもなんか数々のね、バイトを繰り広げたっていうような、なんかそんなね、顔つきしとるな。もうちょっとっていうところで粘るんですよ。よし、きたー、でっこ、よっぽ、お、でかいでかい、きた、でかいの、でかい、よし、よっしゃー、絶対超えてる。ほら、あ、ギリギリ、でもギリギリ、でもでかい、 30.8。 やっぱね、あー、夕方になってきた。よし、これでクリアやろ、滝壺。よっしゃー、おお、ギリギリ、よかった、でもでかい。本日の釣果はこちらとなっております。うん、なかなかね、毎日こうね、クリアすることに手紙をくれるし、毎日くれるんかな。朽木林、ハイリスク、ハイリターン、スリル満点のポイントさ。何がともかかるよ、これやな、朽木林。ブラックバスを釣るってこと、フロリダバスを釣るってことかな。すごいすごい、全然なんか今までと雰囲気が違う。音が、ちょっと待って、音がぐん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 言ってる。ちっちゃ、ぐん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 音してたけど、さっきの岩のよりちっちゃい。ニジマスいいですよね。え、なになに、びっくりした、でかっ、ぐん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 としてる。ブルーギルかね。いや、さっきのイワナ30あったけど、ほら、細長いから。痩せたカツオなら刺さるよねってやつですよね。ていうか、音が、明らかに今までと違う。これブラックバス？フロリダバスどっち？あ！マジかよ。あ、外れた。うそ。あ、でかい。来い来い来い。来い来い来い。あ、合わせが甘かった。あ、あ。あかん。こうやってなんかでかい気するの。あ、嘘やん。夕方、夕方の景色。めっちゃ綺麗。夕方の景色めっちゃ綺麗ですね。やばいですね。バレるって言うんですよね。あ、バレた。なんかもう、なんでもいいから釣りたい。あ、すぐ外れねえけど、なんで。本日の釣果っていうことですね。くぅ、秋君がそわそわしている。何、あ、あ、そうですよ、ひろとひろと。私は変わらぬ、うん、
ここに誓います。